もうやりたくないなみたいな気持ちは、まあ本音はそうですね、疲弊してたのかもしれないですね、もしかしたら。格闘技の練習というか運動もあんまりこう気が向かないというか、やっぱり心と体はリンクするんだなっていうのはすごく実感しましたね。はい、そこで出会ったのがラーメンです、はい、マジでうまい、また美味しい、本当に、うん、これはうまいわ、これやばいっす。